冒険者の皆さん、こんにちは。光のバーチャル YouTuber、カルミアです。2020年8月に、ファイナルファンタジー14は、冒険者数が2000万人を突破し、無料体験版ともいえる、フリートライアル版で遊べる要素が大幅に増えました。今回は、新しくなったフリートライアル版について、解説していきたいと思います。フリートライアル版はもともと、実際に自分の持っている環境でプレイできるかどうか、ゲーム内容が自分の求めているものかどうか、確認できるものとして、PlayStation 4版、PC 版のいずれの環境においても提供されていました。しかし、今回、フリートライアル版で遊べる要素が、蒼天のイシュガルドまで拡張されたことにより、単なるお試し版の域にとどまらず、無料でたっぷり遊べるゲームへと変貌を遂げることとなりました。新しいフリートライアル版で遊べる要素がどれだけ膨大かというと、現行のファイナルファンタジー14は、神聖エオルゼアから漆黒のイシュガルドまで、4つの大型拡張ディスクによって構成されていますが、蒼天のイシュガルドは、神聖エオルゼアの次の拡張ディスクであるため、神聖エオルゼアと蒼天のイシュガルド、合わせて大型追加ディスク2枚分の要素が、ほぼ全て無料で遊べることになります。追加ディスクが2年周期で発売されているため、先行プレイヤーが4年間かけて遊んでいた内容が丸ごと遊べると考えると、とてつもない大盤振る舞いであることがわかりますね。フリートライアル版では、キャラクターは1つのワールドに1人、複数ワールドに最大で8人まで作成可能です。また、蒼天のイシュガルドまで拡張されたことにより、暗黒騎士、飛行士、先制術師などの蒼天のイシュガルドで追加された追加ジョブを含めて、バトルやギャザラー、クラフタージョブのレベルを最大60まで育てられることや、メインストーリーを含めたレベル60までのクエストをほぼ全て堪能することができます。作成し育てたキャラクターのレベルやクエストの進行状況は、製品版を購入した際に改めて引き継ぐことが可能です。他のプレイヤーと協力して4人もしくは8人パーティーのダンジョンに突入することもできるほか、自動マッチング機能のコンテンツファインダーを利用することでスムーズなパーティー編成も可能です。 FF14 ではすでに最新拡張ディスクである漆黒のフランツを遊んでいるプレイヤーも、レベリングなどで神聖エオルゼアと蒼天のイシュガルドに該当するコンテンツを頻繁に利用するため、フリートライアル版でも製品版をプレイしている先行プレイヤーと一緒に遊ぶこともできます。友人を FF14 に誘う場合にも、まずはフリートライアル版を進めてみると良いのではないでしょうか。 FF14 にはゴールドソーサーと呼ばれるファイナルファンタジー7に登場するテーマパークを再現したエリアが存在します。フリートライアル版はなんとこのゴールドソーサーに制限なく滞在できるため、ジョブやレベル、所持金に関係なく無制限にミニゲームを遊び続けることができます。中でもドマ式麻雀と呼ばれるコンテンツには、この麻雀をプレイするためだけに FF14 のフリートライアル版を遊んでいる人たちはいるとかいないとか。無料でたっぷり遊べるフリートライアル版ですが、フリートライアル版を悪用した業者や迷惑プレイヤーの活動を抑制するため、一部の機能には制限が設けられています。パーティープレイやフレンド登録はできるものの、自分から他のプレイヤーに対してパーティーやフレンドの招待を送ることはできません。所持できる通貨の上限は30万ギルに設定されているほか、所持品の倉庫として活躍するリテイナーと呼ばれる NPC を雇用することができないため、リテイナーを経由するマーケットボードの利用もできません。また他のプレイヤーとマンツーマンで会話できるチャットチャンネルだけは封印されています。当然ですが、これらの制限要素は製品版を購入することで全て解除することが可能です。以上が新しく蒼天のイシュガルドまで遊べるようになったフリートライアル版の解説でした。蒼天のイシュガルドまで数多くの要素が解放されたフリートライアル版は、これまでの無料体験版というポジションから無料で遊べる一本のゲームへと変貌を遂げました。蒼天のイシュガルドまでのストーリーも見応えがあり、 FF14 がどんなゲームなのか気になる方はぜひプレイしてみることをお勧めします。プレイしてみて自分に合わなければそこで終わりとすることもできますが、おそらく
フリートライアル版をプレイし終えるころには、この世界で出会った数多くのプレイヤーがフレンドリストに並んでいるはずです。あなたはきっともっと冒険がしたくなる。あなたの冒険が始まるのはいつですか？